ファンネルがお送りするガンダムバトルオペレーション2やっていきたいと思います。ということで敬礼をあちらの方にしていましたが、いつも通りやっていきましょう。出撃手続きします。はい、じゃあレーティングマッチで今回これですね、墜落跡地のコスト300上限やっていきたいと思います。出撃準備を開始してください。はい、では例によってこの画面は飛ばします。はい、ではメンバー揃ったのでやっていきたいと思います。いや今回ねグフで行きたかったんですけどね、ドムが2機いたんですよ。まあもちろんこうなりますよね、ドムしかねえよな。黒い三連星、見よう見まねで行ってみようぜ。行きます。まあ我々とシャートではわけが違うて、まあシャート我々とではわけが違うてか、まあどっちもいいか。よっしゃ行くぜ。作戦スタートです。味方はジェットストリームアタックのあれを分かってくれるか。行くぜ。迫撃だ迫撃。あ、ごめん俺が詰まった。あ、味方ドム、あドム一気先行しちゃったな。中継地点を制圧。よし、じゃあ敵に確保されました。あとのやつをオルテガと命しましょうね。1番機をガイア、私がマッシュ。やられんじゃん、中継地点。私最初にやられるじゃんこれじゃ。マッシュではいかんよ、下にいるのね。よし行くぜガイア。オルテガ来てる来てる。よしジェットストリームアタックだ。オルラ、うぃし、あ、やべ、ボタン間違ってる。ごめんごめん、なんかグダグダになってた。行くぜドム、どこ行った。トリプルドムだぜ。これはオルテガだな。やらせるかよオルテガを。うぃし、あ、ボタン間違った。痛い。オラオラオラ、あれちょっと待って、ちょっとガイアとオルテガが下がってる。ちょっとスナイパーをさ前線にやったらまずいじゃない。よいしょ、攻撃来る。じゃあ下がるか。だいぶ前線を下げてるけど大丈夫。味方ドム来た来たね。これはオルテガか、守るぜオルテガ。よし、ジェットストリームアタック。あ、これ敵の痛い。よいしょ、後ろにいるのか一機。どこにいるの。おい、ごめんごめん、あれ捕まなかった。よいしょよいしょ、いいよ。よし、攻め込まれてるね。痛い。よいしょ、おっとこれは敵のドムか。よいしょ、オッケー、ドムを守るぜ。痛い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 、後ろにまだいる。これは離脱した方がいいでしょ。よいしょよいしょ、おら、なんかドム降りて誰もいないんだよなそこ。よいしょ、ちょっと危ないねこれ。キャンプ地キャンプ地、ちょっとごめん足でか。モビルスーツ要請、できたぜ。乗る乗る乗る。
おっと支援砲撃が、おナイス壊れたね、離脱、痛いね、痛い支援砲撃した、もうなんかすごいぐちゃぐちゃでわからん、やべえな、連携意識しないと、トリプルドムをだいぶ攻められてるね、1番機と5番機ね、3、2、1、ゴー、あれ砲撃来ちゃう、ちょっと砲撃来る、来てから行こうか、そこか、よし、よし1番機どこ行った、よし、いいよいいよ、こいつ、よし、痛い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 、おっとっと、助けるんだよ、 OK、 トリプルドム行くぜ、なんかすごい支援金頑張っちゃってるんだよね、よいしょ、よし、かわした、ごめんごめん、俺邪魔してね、微妙に勝ってんだな、こっちから来る、一番機さんは、はい、一番機じゃねえのか、そういうことか、わかったわかった、今あれ行ってくれてんだね、拠点に、じゃあ守るか、大丈夫かい、いいよ、本作戦における拠点の重要度が上昇しました、ふっ、あいつやれるな、よいしょ、慎重に、後ろだと、敵拠点への爆弾設置に成功、味方機が撃破されました、よいしょ、危ないね、よいしょ、おおやってやられた感じだね、味方があの拠点の爆弾が爆発してくれれば我々の勝ちは確定のようなもんだね、いやジェットスリーマータック今回うまくいかなかったけど5番機を助けないと、出撃お願いします、よし行くぜ、5番機を助ける、よいしょ、ジェットスリーマータックを舐めるな、いいよいいよいいよ、ほらほら、あれをやっちゃうぞ、みんないいかい、準備は、よし倒したぞ、群がってくる、群がってくる、ごめん噛みそうこいつを後ろから叩く、よし、くらい、いいよいいよ、倒しちゃってもいいよ俺のこと、やらせるかよ味方は、しまった、やられたか、ドーム大丈夫、おら、よし、つばぜり合いになんなかったね、いやお疲れ様、またちょっとうるさくなったね、ドム乗るとうるさくなんだ俺、みんなのおかげだ、あとね時間が夜だからねすごいね噛むんですよね、まあ、夜だからっていうわけでもないですけどより一層噛むと夜になると、今回の戦闘報酬です、いやー楽しいなやっぱり、ドムやっぱ3機集まるとこうねファーストをこう見てる方ならこう盛り上がること間違いなしですね、よしじゃあ次の戦い行きますか、これまだ1回目だったよね、ベースキャンプに帰還します、ちょっと熱くなりすぎてもうそれすら忘れ始めてますけど、どうすかな、200200で行きますか、
とりあえず、あ、でも300の方が枠が広いかな。ちょっとまた300で行きたいと思います。では、またこの画面は飛ばします。はい、ではメンバー揃ったのでやっていきたいと思います。今回は動画で初かな、グフで行きたいと思います。ちょっともうね、あの動画外とかでもやりすぎてて、これこういまいちどの機体が初めてでどの機体何回かとかもう分かってないですからね。まあ青い巨星の機体で行きます。ザクとは違うのだよ、ザクとは。まあどう違うかっていうとね、私のやられるスピードがザクの 2,3 倍違いますからね。意外とグフもね、もう囲まれるともう、まあグフだけじゃないですけど、あっという間に落ちるんですよね。まあ汎用機がグフにとってこう、なんていうんですか、弱点属性なので、なるべく支援機狙っていきたいんですけど、そうもいかんのですよ。 C ポイント取るよ。あのザク2カイさんが行ってくれるか、もしかして。じゃあ私はちょっとみんなが敵を呼ぶまで待とう。索敵、あそこにいるね、ジムキャノンがいて、さあさあどう動くか。よし、ジムキャノンね、行くよ。よっしょいしょい。さあさあさあ、ジムキャノン追いかけたいけど、なんかもう一機来るね。ちょっと下がろう。レーダーを見て、ちゃんと。乱戦の方に行こうか。あそこにスナイパーがいるか。でもスナイパーを叩くのに、また私が前に。気づいたら前に出るこのパターンやめようね。スナイパーか。よし、ヒット。ヒートロッドを装備して、あいつ一人か。よいしょよいしょ、倒れなかった。あ、掴まれた。一応なんかジムキャノンにダメージ入ったっぽいです。ありがとう。よいしょ。あれ、ちょっとやばい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 、狙われてる、狙われてるよ。また私前に出てるな。あんまよろしくないんだけどね。スナイパーを狙いたいけど、味方機が撃破されました。よいしょ、シェイシェイ。よいしょ、スナイパー、やべやべ、危険エリア、オッケー、廃棄。いいよ、攻撃終了です。オッケー、あいつ突きありだぜ。痛い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 、降りれる。よし、ダッツー。よいしょ、ちょっと怖い、私がどこにいるかわからないでしょ。よし、怖い怖い怖い。よいしょ、もう機体来る。よし、グフ乗れる。よし、危ないね。こっちを叩こうね。よし、痛い。オッケー、どうだ、ヒートロッド痛いだろ。よいしょ、
オッケー。ちょっと離脱するよ。支援機はまずいでしょ。またボタン間違った。助けて助けて、見てめっちゃ当たるな。よいしょ。ヒートロッキーじゃやれない。いいや、これは無視しとこう。ちょっと逃げるよ。あ、なんかいる、なんかいる、なんかワッパいたない。ちょっと一回拠点戻った方がいいかな。画面でワッパ確認しましょう。俯瞰画面でね、ワッパ飛んでれば見えねえな。飛んでっかな。ちょっとわからん。出撃お願いします。ワッパ飛んでりゃここ通ったはずだが、あっちに1個ワッパ多かったらいないね。大丈夫そう。よし行くよ。一番機が狙われている。よいしょ。俺はあいつをやらねばならんで。あ、でもちょっと敵が多すぎる。よし、砲撃支援だ。そこから動かせるな。バカめ、落ちろ落ちろ。よし、ちょっとボタン間違った。痛い。よし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 、いいよ。よいしょ、奪わないとね。なんか誰か降りてきそうだけど大丈夫。砲撃が来ます。中継地点制圧確認。砲撃が来る。これ私のモビルスーツ大丈夫か。乗れ。乗ってる間は食らわんぞ。よし、勝ってんな、かろうじて。しかしな、やべえな、これはこれはまずいかな。私やられるのは。すまね、味方ちょっと下がっとくぜ。修理しとこう。足ちょっと直して、よし、あちらだな。なだれ込んできた。いて、うわぁ、やられた。ちょっと出過ぎた真似をしたから。乱戦だね。間に合うかな。あ、でもまあ勝つか。これ味方がボンボンボンってやられない限り。あ、でも怪しいな。出撃お願いします。こいつをやる。間に合え。ほら。もう一丁。ダメだった。さあどうなる。いやー、勝ちましたね。ありがとう。みんなのおかげだよこれ。やっぱ私格闘技あんまよろしくないかもしれないですね。まあなんか頑張ってる星マークついてるけど。ジムキャノンさん頑張ってたね。ありがとう。いや、ギリギリだったな、でも。今回の戦闘報酬です。いやー、やっぱ強襲機はむずい。なんか私結構、まあ、多分誰使ってもそうかもしれないですけど、ドムが結構安定しますね。あの重モビルスーツ。よし、じゃあ今回2戦やったので終わりましょうかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今回もまあちょっとね、変わり映えしないかもしれないですけれども、以上にしたいと思います。ではまた次回ね、
普通にやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。